ラジオの新生、ナンバー、アイが初めての出演でファンを魅了。ナンバー、アイ、初のラジオで何が ?MC 人が絶賛した驚愕のエピソードとは、数え、アイ、ナンバー、アイが先日初めてラジオに登場し、その出演内容が放送後に MC 人から絶賛されています。彼らのラジオ出演はグループとしては初めてのことであり、そのエピソードはまさに宝庫となっています。ナンバー、 愛の魅力はどこを切り取っても清々しく、耳に優しく、心地よい時空間を提供してくれることです。彼らは常に等身大で、ありのままで、内面から発光している存在。驚くべきことに、人気が高まり、数字を伸ばしているにもかかわらず、高ぶることなく淡々と歩んでいる姿勢が素晴らしいと言えます。さて、ナンバー、愛が先日出演したラジオ番組では、数々の興味深いエピソードが語られました。例えば、 j a m i ノーカウントダウンジャパンに出演し、多くの話題を提供してくれたことが挙げられます。リアルタイムで聞いたところ、彼らのお話は非常に興味深く、聞いているうちにワクワク感が広がりました。まず、ナンバー、i の出演に対する反響について話題になりました。グループとしての指針や楽曲のリリースによる反響について尋ねられた彼らは、感謝の気持ちを表明しつつも、ただ良いものを作りたい、逃していきたいという信念を語りました。 彼らの謙虚で、慎み深い姿勢が、ファンからの支持を集める要因の一つであることが理解されました。そして、ラジオ出演の際に披露された、ブルーワカバーから始まる楽曲の選曲には、興味深いエピソードがありました。その選曲の背後にある意図や、デビュー曲の制作過程にかける熱意が伝わってきました。特に、ミュージックビデオの制作に関しては、一部のシーンが3回も取り直されるなど、徹底的なこだわりが垣間見えました。 ナンバー・アイは自らの音楽活動において、様々なジャンルやアーティストから刺激を受け、それを取り入れていく姿勢を見せています。これが彼らが持つエンターテイナーとしての高さであり、ファンに新たな世界を見せてくれる源泉となっています。MC のジョージ・ウィリアムスさんと安田れさんも、ナンバー・アイの出演についてコメントし、その反響の大きさに驚きを隠せませんでした。彼らの番組はトレンド入りするなど、 注目を浴びることが多く、今後の期待が高まっています。最後に、公式ホームページで期待されている MC 陣のコメントや、ファンからのトレンド入りに関する感想を紹介しました。ナンバー、愛のエピソードはまさにファンにとっての感謝と感激の源であり、今後の彼らの活動にますます期待が高まっています。このようなエピソードを通じて、ナンバー、愛が持つ独自の魅力や信念、そして創造性に触れることができました。 彼らの成長と進化を見守りながら、ますます多くの素晴らしいエピソードが生まれることを期待しています。最後に、読者の皆さんに質問を投げかけます。あなたが最も印象に残ったナンバー、愛のエピソードは何ですか彼らの音楽やエンターテイメントに対する期待は高まっていますが、あなた自身が彼らに対して感じる思いや期待も教えてください。どんな新たな世界が彼らの未来で待っているのでしょうか